国家と革命のフランス語版、1970年発行。国家と革命は、ウラジーミル・レーニンが1917年に執筆した政治に関する著作である。レーニンが国家と革命を執筆したのは、2月革命後のボリシェビキ弾圧から逃れるため、1917年8月から9月にかけて、ペトログラードの郊外ラーズリフ湖畔に潜伏していた時期である。 1> 第1版は10月革命の直後に発表され、第2版は1918年12月に、第2章第3節、1852年におけるマルクスの問題提起が追加されて発表されている。全体として、レーニンの国家理論と革命運動の方針が記されている。第2版は、第2章に新たな節を加えて1918年に発表された。 レーニンによれば、第七章は10月革命勃発のために未完に終わったという。レーニンにとって国家は階級支配を維持する意義がある。このことを示すためにエンゲルスの研究を参照しながら社会から発生しながらも社会の上位において自らを社会から阻害する権力を国家と考える。従って国家とは階級支配の機関であり、 階級の衝突を緩和しながら維持する政治秩序を喪失するものであり、既存のブルジョア独裁国家は奪取するだけでなく、革命において、プロレタリアートによって強制力により廃絶して、プロレタリア独裁国家を作らねばならない。同時にレーニンは、革命とは、選挙に基づいた政権交代ではない暴力革命でなければならないと主張し、ブルジョア国家の一部である。 ブルジョア民主主義もまた廃絶されなければならない。この主張のために、レーニンは、マルクスが著書でわずかしか触れていない、プロレタリア独裁という用語を民主主義の最高形態として発見し、以後の著作で大々的に用いた。本書で提示されるのは、つまるところ、文字を読み書きできる人間なら誰でも、公選によって交代で統治する権力形態の喪失であり、 公選になじまない、官僚制、警察機構、軍隊などはすべて廃止され、立法、行政、司法を結合した労働者ソビエトが統治の主体となるという社会のビジョンであった。また他の例人の著作同様に、メンシェビキ、カデットなどの日ボリシェビキ団体や、カールカウツキーなどの社会民主主義者、無政府主義者らを批判した。たとえ最も進んだ民主的な共和制においてさえ、 結局に他ならない。そのような国家はプロレタリア革命により廃絶もしくは使用されることによりプロレタリア国家が建設される。プロレタリア国家はプロレタリアアートにとって最も民主主義的であると同時にプロレタリア、階級によるブルジョは階級に対する独裁を行うとしている。そしてそのようなプロレタリア国家はやがて 死滅していくとレーニンは記述している。プロレタリア国家を別の表現で言えば、資本主義から社会主義に至る過程の過渡期国家である。マルクスは、プロレタリアートが国家権力を奪取して階級が消滅した後の世界については何も触れていないが、レーニンはその後の国家の運営を郵便事業に、なぞらえ、指則演算ができる程度の普通の労働者がたやすく運営できるもので、 路上で泣いている子供を隣人が助けるがごとく、一般大衆の自発が暴力的警察機構を置き換えると考えたが、実際には複雑気はあまりない計画経済は、少数の特権的テクノクラート官僚に委ねなければならず、また支配層に反対する勢力を暴力的に抑圧するための秘密警察などは人類史上最も盛んになった。 既存の国家機構を廃絶して作られるとしたプロレタリア独裁国家も実際にはこれまで以上に強力な抑圧装置としてボリシェビキ政権の独裁体制に置き換わっただけであった。レーニンは本書の中で資産家や知識人に対して人民の大多数が自主的に統制を行えばこの統制は真に普遍的、一般的、全人民的なものとなり、 この統制を避けることはできず、身の置き所がなくなるだろうと予言している。ドミトリー・ボルコゴーノフは、本書は、共産主義のユートピアをできるだけ、もっともらしく、書いたものであり、知識の見せびらかし的な、不自然で、実生活から遠いものだと批判し、ソ連以降の全体主義体制の現況の一つとなったと評している。原文と英訳は、レーニンの他の著作と同様、 マークシスツインターネットアーカイブで閲覧できる。日本語訳は、岩波文庫の宇高本助訳、講談社学術文庫の角田康政訳などが、刊行されている。ハーグ大会についての演説1872年9月、マルクス・エンゲルス全集158ページ、不和鉄造、科学的社会主義における、民主主義の探求40ページ、エンゲルス、フランスにおける、階級闘争序文、 マルクス、フランスにおける、階級闘争書集、大月書店国民文庫18ページ、谷内県、現代社会主義を考える87ページ、ありがとうございます。